とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 Y、YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、怨念クエストをやっていきます。ここのやつだね。一番簡単なところなんだけども、ごく英雄を偽る怨念たち。で、装備なんだけども、コメントで遠距離武器がかなり猛威を振るうということなのよ。ということで、武器をこれでいきます。鉄鋼アサルトライフル。攻撃力は上がらないんだけども、エモート使うと素早さが 40% 上がるのよ。このギョギョット棒と合わせて 75%。かなり速くなります。で、これだね。おしゃれ装備で、魔除けの鈴。陽気弾系の武器がダメージ 40% アップ。3つ装備してます。120% 攻撃力が上がるようになってるんだけども、どうでしょう？やってみましょうか。まあ、一番簡単な怨念クエストだから、やられることは多分ないと思うね。でも遠距離武器って確かにいいなぁとは思うんだよね。ちょっと待って。エモート使って。うわ、早い！めちゃくちゃ早い！むちゃくちゃ早い。あ、ダメージ結構入るよ。結構入る。で、それにバフかけていけば、かなり早いよ。しゃあ。エモートも入れて。あ、違う違う、これじゃない、これじゃない。こっちだ。よし、オッケー。いけ。うわーちょっと待って。これ慣れが必要だな。慣れが必要。でも慣れればすっげえ強いと思う。ちょっと難しいな。動きは結構難しい。けどもダメージはかなり入れれる。あっぶね、もうやばい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 。食べろ食べろ食べろ。これちょっと忙しいか。忙しい。バフを2枚入れて、で、エモート使うから、かなり忙しい感じにはなる。けども、安全ではあるよね。遠くから攻撃するから、まず即死攻撃をもらう心配がない。し、かなり遠くからいけるね。もうほんと画面端からでも、攻撃これ入るんじゃないの？うん。ま、ただ、そうね。芸能人学徒は、ちょっと、維持は難しいかな。よっしゃ。ビッグアーティスト。オッケー。で、エモート。よし。ああ戦い方はちょっと難しいけど、一人だからさ、こういう感じなのよ。二人とか、パーティーで行くと、これもう、遠くから、もうガシガシダメージ入れれるね。うん。二人だからね、あ、一人だから、こういう感じになってるけど、これは、大人数で行くと、かなりいいと思うよ。オッケーオッケー。ただこのバフをね、入れ続けなきゃいけないから、忙しいじゃ忙しい。あー、これチャージ攻撃はちょっと入れれないな。いや、入れれるか。入れれるけど、結構近づかないとダメ。よっしゃ。でも、あれだね。いいよ。よっしゃ。あ、チャージ攻撃全然ダメージない。な、もうほんとむしろ後ろから、ガシガシと入れていった方がいいね。ターゲティングがちょっと難しい。しゃっ。ターゲティング難しいな。それは慣れだろうね。おそらく慣れで何とでもなる。おい！十文字は食らうんかい。いった。
ちょっと待って、バフを入れます。で、オッケー、危ねえ。うん、これ攻撃力がやっぱ若干低いね。まあ連射が効くっていうことで低いんだろうね。これタクトとかだったらもうちょっといいのかな。どうだろう。あー、でも安全だわ、すっごい安全、安全にダメージは入れれる。おお、コメットビーム結構長いんだね。これ1対1になってくるとだいぶ戦いやすくなるかな。しゃあ、このエモート入れるのがなかなかめんどくさい。おい、ああ、パンチで戦ってた時が懐かしい。パンチが懐かしいよ。はい、もうこれは、うん、一発一発がやっぱりちっちゃいな。パーセンテージでダメージが上がるやつじゃないんで、一発一発のダメージは低い。いやー、ローリングスクリュー、よし、おっしゃ、よし、あー、ミスった。でもバフを入れて、あら、あ、オッケーオッケー、いいところに来てくれた。そのまま倒す。ちょっと無理か、ちょっと無理。シャイニングボーイをまず倒したい。待って、ベニマルはちょっと攻撃力高いから若干避けとこ。はい、終わり。はいはいはい、時間はかかるけども安全ではある。よし、リトルコマンダー倒すぞ。待て待て、バフ入れるからちょっと待って。よし、バフが切れる時間がちょっと早いな。15秒ぐらいか。はい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 、地味に削っちゃうよ。無重力ハンドです。ちょっと待って、お前は来なくていい、来なくていいって。まずリトルコマンダー倒したいんだって。よし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 、終わり。あとはお前だけだ。一人になってしまえばなんてことないね。当てやすい、1対1だと当てやすい。危ない、よっしゃー、1対1当てやすいね。蜂の巣にしてやるぜ。うん、まあまあ遠距離からこのね、4桁のダメージ与えれるんで、うん、いいかな、安全です、安全。もう近くで攻撃してるとダメージ食らうこともね結構あるんで、遠くから攻撃するってこんなにいいんだ。待て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 、はいはいはい。遠くから全然いける、すごい、これはいいぞ。まあ二刀、うん、あ、いや二刀流はダメだな。うん、近距離と遠距離の二刀流って思ったけど、攻撃力も折れないからダメージがあんま出せないね、それだと。どっちかだわ。うん、かもしくは、うん、そうね、メダルを装備するか。いやいやいや、そんなことしなくても良さそうだな。はい、いけるいける、これはいいぞ。遠距離系はなかなかいいかもしんない。うん、これエモートでね素早さ上がるんだけど、攻撃力まで上がってくれればもう最高だったんだけどな。
はい、ということでまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。